皆さんこんにちはレクセン2講師の厚田です、えー、それでは、えー、これより fp 三級の回答速報を始めていきたいと思いますよろしくお願い致いしますはいえー、ではですね、えー、これよりまあ回答速報という形でですね、えー、45分にわたって、えー、まあ。 解説をしていきたいと思うんですけれども、えっと、こちらすでにですね、えっと、回答も出ている状態でお話ししていきますのでちょっと先にですねまずは3級の試験にあたって、えっと、学科試験、えー、実技試験の中の個人資産相談業務と、えー、資産設計提案業務この3つについてこれからですね、えー、回答速報していくという形になりますので、えー、あらかじめご了承ください。 はい、えでは最初にですねちょっと、えー、共通の学科試験から行きたいと思いますのでもう、えー、採点と終わっている方もいるかと思うんですが念のためですね確認をさせていただきたいと思います。<laughs> はい、で、えー、3級の学科試験につきましては、えー、60問ありますけども前半30問が、えー、整合問題ということで丸か×かを選ぶ残りの30問が3子択一ということで123の中から1いずれかを選ぶという形になっています。ですので単純にですね、えー、合ってれば1問1点。えーで 6割で合格になりますので、36点以上、まあ、36問以上でも同じですが、合格という形になります。では、最初にですね、もう終わってるかもしれませんけれども、念のためですね、えー、回答を申し上げていきます。科目ごとに行きたいと思うので、最初に、えー、ライフですね、ライフランニングから行きます。えーかっこ1 ごめんなさい、丸と×なんですけども、丸1で×が2なんですけども、ちょっとわかりづらいと思うので、丸と×という形で申し上げていきます。問1から順々にいきます。問1が×、問2が丸、問3が×、問4が丸、問5が丸、×、丸、×、丸、丸となります。次、括弧六6から括弧コ10のリスクです。括括括弧弧弧

続続いて最後の相続事業26から30に移ります。26が丸27が丸28が丸29が30がですので〇〇○×××となります。 続きまして、今度は三子択一に移ります。ここからは、三子択一、三、一、二、三のいずれかを申し上げていきます。また、こちらも科目ごとに申し上げます。括弧三十一が二、括弧三十二が三、括弧三十三が二、括弧三十四が一、括弧三十五が二。もう一度いきます。二、三、二、一、二となります。続いて、括弧三十六から括弧四十二に移ります。リスクです。 カッコ36が1カッコ37が1カッコ38が3カッコ39が1カッコ40が2もう一度36からいきます11312 <coughs> 続いて41から45の金融に移りますカッコ41が2カッコ42が1カッコ43が2カッコ44が1カッコ45が1です 続いて、カッコ46から50のタックスに移ります。カッコ46が2、カッコ47が3、カッコ48が2、カッコ49が1、カッコ50が2、もう一度繰り返します。2、3、2、1、2となります。続いて、カッコ51からカッコ55の不動産です。51が2、カッコ52が3、 53が1 54が2 55が2ですもう一度51から55連続で申し上げると23122となります続いて56から60です。56が3 57が2 58が2 59が1 60が2もう一度56から申し上げますと32212となります。 で、えー、繰り返しになりますけども、えー、どれも等しく1問1点ということで、えー、どの科目で、えー、点数取られても36点36問以上、えー、正解があればそれで合格ということになりますので、まあ、こちらの方はもう、えー、これしかありませんのでそれで合否判断をしていただければと思いますこちらの内容についてはちょっと一度、えー、実技試験が終わってからまた戻ってきますのでちょっと一旦こちら放流とさせていただき続いてですね、えー、今度は日本 FP 教 今回の資産設計提案業務の回答のお伝えということでやっていきたいと思いますちょっとすいません金在の個人資産を受けた方も少々お待ちください ではこちらに移りますまずあらかじめなんですが、えー、日本 FP 協会の資産設計提案業務は、全体で、えー、20問あります。20問ありまして、これも1問、もう5点ということで、えー、配点が決まってますので、えー、単純にですね、えー、12問以上ですね、20問中12問以上、えー、正解があれば合格ということになりますので、えー、と先ほどはまあ60点満点の6割ということでしたが、こちらは100点満点になってますので、6、えー 60点以上で合格ということになります。では、えー、まあこれも三試択一になるので、えー、まあ読んでいきますと、えー、じゃあそのまますいませんいきます。えー、1,2, h から順々にいきます。えー、問い1が3、問い2が3、問い3が2、問い4が1、問い5が3、問い6が2、問い7が1、問い8が3、問い9が1、問い10が1。 続いて11から20ですが、問い11が2、問い12が3、問い13が1、問い14が3、問い15が2、問い16が2、問い17が2、問い18が2、問い19が3、問い20が1ということで、これが回答になりますので、12問以上ですね、正解があれば合格ということで、こちらのまた解説につきましては、 ちょっとまた後で振り返りたいと思いますので一旦回答はこちらで終わりとさせていただきます続きまして金融財政事業研究会の個人資産相談業務に入っていきたいと思いますでこちらにつきましてはあのもうこれ実施団体から回答および配点も公表されていますでいつもこれですねあるのがこちら 大で、ね、5問あって、えー、1つの大門ごとに10点満点という配点が決まってるんですが小問が3つあるためどうしてもど,どこかの小問で4点という配点がありますのい大体、まあ、こちら側からすればあの手間のかかるような問題とか難しい問題が4点というのは分かるんですけども、まあ、こちらで伝えたとしてもその後すぐに公表されるのであえて言わなかったんですが、まあ、今回はもう実施団体から配点が公表されておりますので。 まあその配点を公表していきたいと思いますで、こちらなんですけども基本的にはですね あの例えば、えー、第1問であれば、えー、これ答えをもう、えーとえーまあ、3、2、3、5、選んで終わりということになってますので、答えを読み上げて4点の配点だけ申し上げます。で残りは3点ということになるので、まあ、4点のところだけ分かっておればいいので、でえー、こちらがですね、まあ、あの3級の場合はですね、えー、特に問題ないんですけれども、2級になってくると、例えば、小、え、問、ー、が15あります。 15問あるので6割はい6割で合格なので9問じゃあ9問取れれば合格かというと、えー、まあ2級も3級もそうなんですが9問では不合格のことがありますそれは4点の配点があるからですなので、えー、まあ9問だと合格される方とちょっと不合格の方が出てきてしまうんですが10問以上だと必ず合格しますあの小問3点決まってるんで3かける10問で30点取れるので合格ということになるのでまあ3級に関しては特に問題は ありませんが、その点ご注意いただきたいと思います。では、えー、申し上げていきますが、えー、ライフの第一問ですが、問い一が三、問い二が二、問い三が三で配点は、えー、問い三のみ四点となります。続いて、えー、第二問の、えー、こちらは金融になります。問い四が二、問い五が一、問い六が一でこちらにつきましては。 問4が4点の配点となっております続きまして第3問のタックスに移りますこちらですが問い7が1問い8が3問い9が3ということでこちら配点は7問7が4点となっております続いて第4問の不動産に移りますこちら問10から問い12ですが問10が2問11が1 問12が3ということで4点の拝点は問10問10が4点となります。続きまして第5問の相続になります。問13が 問14が3問15が2ということで4点の配点が問13ということになっていまして、まあ、こちらですね、まあ、単純にちょっと言えないんですけれども、まあ、10問以上正解があれば必ず合格されますが 9, 点の9問の方は4点の配点の箇所が何箇所あるかによってちょっと変わってきますのでちょっと慎重にですね採点はしていただければというふうに思いますただもう配点は公表されておりますのでこれ,これが変わることはありませんので、まあ、こちらは学科と同じように マークシートに間違った回答を移さない限り、もうこれでわかるんじゃないかなということで、でこれで、えー、個人資産の、えー、回答が終わりましたので、では早速ですね、ちょっと学科試験から、えー、簡単なおさらいをしていこうかなというふうに思いますので、ではまず、えー、またすみません、学科の問題に移ってください。 でここからですね、まあ、各科目10分,ちょ10分前後の時間を使,い使わせてもらって、まあ、こんな風に解けば解けますよとか、まあ、今後、ですね2級に向けてですねこういう解き方をするといいよみたいなことをですねお話ししていこうかなというふうに思います。では、まず第1問のところですが、まあ、今回ちょっとそんなに重要ではないんですが、カッ1のところで、えー、遺言のです、ね、承認の話が出ています。 で遺言については特に、えー、他の、えー、他のっていうのは FP の中の他の科目とか2級とかではやはりですね、えー、2019年に改正のあった、えー 財産目録ののところが出てますですのでで遺言につきましては、まあ、今回、公正証書ではありますけれども実質証書遺言の財産目録についてはこれはもう知識としては必須なので必ず確認しておいてくださいで遺言につきましては FPA は別にであの遺言の承認というのは別に資格はありませんのでただし慣れない人は決まってますけれども、えー、それ以外の方は慣れますので別に弁護士じゃなければいけないとか司法書士でなければいけないとかそんなことはありませんので まあそれはあらかじめ、えーまあ、これは皆さん、えー、得点が取れるんじゃないかなというふうに思います。えー、そしてですねちょっと私が読んでて、えー、気になったのが「かっこ5番のフラット35」の話なんですがこれ「○か×か」と聞かれるとちょっと自分もですねうんちょっと。 微妙だなというふうに思ってたのが、ええー、まあこちらまあ住宅金融支援機構とまあ民間金融機関が提携した、えー、フラスト三十五の話があります。で、固定金利であることは間違いがありません。で、その後その利率は取扱金融機関がそれぞれ独自に決定しているということで、まあ独自に決定しているんですけれども、ただ最低の利率はもう決まってます。あのこれは住宅金融支援機構からですね、まあ今月の金利は例えば一パーセン最低が一パーセントですよというまあそういう通知が来てですね、それを下回ること ことはできませんがそれ以上であれば独自に決められるということがあるのでだからやみくもに、えー、例えば、えー、0.5%にするとか0.4%にするとそういうことはできませんので、まあ、独自には決定していますが最低,、えー、最低の利回り率は決まっているというところになります、えー、続いてカッ6からカッ10のです、ねえー、リスクというところになりますけれども まあ今回たまたまですね、多分問題作っているときにはそういうことを考えていなかったと思いますが、過、ま、去、あ、8がですね、海外旅行障害保険ということで、まあ、今ちょっと ちょうど収録のタイミングでは、まあ、あの肺炎の話がすごく、えー、今、ホットな話題になってますけども、まあ、国内空港を出発してから国内空港に帰着するまでとありますが、空港ではなく自宅を出てから自宅に戻るまでがです、ね対,えー、対象になってくるということになりますので、まあ、そこのところが理解されていればすぐ×というのが選べるかと思います。また えーまあ、今回は旅行の話でしたがカッコについては家族障害ということでですね、えー、こちらにはえー 被保険者本人とととを共にするる別居のの未婚の子も含まれるということでただ、例えば、えー、未成年であってもですね、会社員であるということは、通常はですね、これ、生形が別だということになってきますので、まあ、別居の会社員の子供については、基本的にはできないということ、えー、別居の会社員の未婚の子は対象になりませんので、えー、それはご注意いただきたいと思います。 あと10番のがん保険の話についてはこれ180日程度の免責期間とありますけれども通常3ヶ月間ということでまあ、90日ということになるのでまあ、それも分かっていればすぐにですね罰が選べるのかなというふうに思います続いて11から15のですね金融なんですけれどもまあ、ここにつきましては 例えば、14番の日経平均株価と言われたときには、まあ、この日経平均株価と言われると、えー、どうなのかなというところなんですが、まあ、日経225みたいな形で言われればですね、まあ、225銘柄というのがわかるかなというふうに思いますので、まあ、そこのところで、えーまあ、日経平均株価は日経225だなと思えばすぐ丸というのが選べるんじゃないかなというふうに思います。 はい、では続いて16から20のです、ね、タックスのところなんですけども。 まあ16は超過軽い申請率は非常に当たり前の話なのでこれ、必ず正解を取っていただきたいと思いますし、過去19番、今、まだ1月、収録タイミングではあの試験の翌日なので、1月なんですけれども、これから確定申告始まっていきますけれども、その時に、スイッチ OTC に関しては、これは8万8000が限度,であるこ限度であるということは間違いないんですが、1万2000の自己負担があっての8万8000が限度というふうになっています。 全額をというのは間違っていると、まあ、1万人制の自己負担があるということになりますので、まあ、そこのところはご理解いただきたいと思いますでまた確定申告に絡んで括弧二20番につきましてもこれは給与所得者は1000万を超えたらではなく2000万を超えると必ず確定申告となりますので、まあ、今回確定申告絡みで19と20があったというような形になります続いて21から25の不動産になります でこちらなんですけれども。 えー、例えば、まあ、25のところいきますと、えー、土地の譲渡所得のうち、えー、譲渡した日の属する年の1月1日における週間が10年以下が短期とありますが、まあ、これはですね譲渡年の1月1日現在で5年以下が短期5年を超えると長期というふうになりますので、えー、10年というのはですねさらに、えー、税率が低くなる軽減税率の話になってくるので、まあ、ここのところはですね5年と10年の違いがしっかり分かっていれば、えー、難なく解ける問題ではないかなと。 いうふうに思います 続きまして、26から30のです、ね、相続に移りますで。こちらが先ほど申し上げたように、27見ていただきたいんですが、先ほどは1番のところ、公正証書でしたが、今回相続で27番。実質証書遺反を作成する場合において、実質証書に添付する財産目録については、辞書によらずにパソコンで作成しても差し支えないということで、まさにこれが2019年の1月に改正があった部分となります。でこれ正しししいでですただしパソコンで作成しても必ず余白 にですね辞書しななけければいいいというのは例えば2枚作れば2枚とも辞書しなければいけないということはそれはもう当たり前の話なんですが、まあ、今回差しパソコンで作ってもいいし例えば、えー、銀行の通帳を持ってきてですねそこをコピーして、えーまあ、それを使ってもいいというふうになってますので、まあ、ここのところについてはもう新しい論点ということで、まあ、2級のところでも出ているのでもうこれは必ず理解しておかなければいけない内容となります。 あとは29につきましてですが、えー、死亡保険金の非課税限動額については、これ、500万円かける法定相続人の数というふうになってますので、600万円使うのは、遺産にかかる基礎控除額のところ、3000万プラス600万かける法定相続人の数というところになりますので、まあ、そこのところ、明確にですね、えー、違いを、えー、理解しておいていただきたいところとなります。続きまして、第2問に移って、ですねまた6科目あるんですが、これ、ほぼ毎回出るので、ここで申し上げたいと思います。 まず三十一番の係数を使ったですね問題になります。でこちらなんですけども。 これ必ず正解取ってほしいので、えー、申し上げたいと思いますが、括弧三31番がですね、まあ、老後資金として2000万を準備するため20年間毎年均等に積み立ててということなので例えばこれ、えー、運用がなかったとしても、まあ、2000万を20で割れば、えーえー、100万円になります。ということは運用しているんだから100万を下回る金額で、えー、積み立てなければ当然いけないわけなのでこの時点でもうこの時点で3番は絶対回答としてありえないので、まあ、3番を発 してもらってから、あとは一か二かという話になります。で、一か二もうあもう。 当たりをつけてじゃあ、どうするかというと、これ、えー、係数の内容が分からなくてもできるので、まあ、この場合は2000万を準備したい、じゃあ、あとはそこに係数をかけていくので、まあ、そこでちょっとかけていただきたいのが、えー、今回の場合、2000万の場合、年金原価係数をかけたら、もうとんでもない金額になってしまうので、けえー、と年金原価係数はもうこれは使えないです。そうすると、原価係数か減債基金係数です。で、例えば原価係数をかけます。2000万かけることの0.8195をかけると、 1,639 16九なってしまうのこれもおかしいと。 いうことで、そうすると、減債基金係数です、まあ、実際、積み立てというキーワードがあるときには、この減債基金係数を使うんですけども、2000万る0 0 4 5 4ってやっていただくと、えー 90, えー、90万8000、えー、まあ私の場合、ちょっと今、万でやってしまったので、えー、91万になってしまいましたけども、えー、90万8000という金額になるので、そうすると2番が正解だということになるので、ある程度当たりをつけて、絞り込みをかけながらやっていくと、えー、これ、答えられますし、2級でもこの手法でやっていくとですね、あの 算するとに有利だと思いま係数の,の使い方を忘れてしまったとしても今みたいにやっていけば必ず正解が取れるので、まあ、今のうちですね、まあ、理解いただくといいのかなと思います。 あとは3十人以降なんですけども、例えば33番の繰り上げ繰り下げの話なんですが、えー、繰り上げる、つまり前倒しすると、1ヶ月あたり0.5%減額され1、1ヶ月以降後ろ倒しにした場合は、0.7%1 ヶ月あたりですが、その分増えますので、まあ、そこは必ずもう覚えておくところなので、それを覚えていれば必ず正解取れ,取れると思います。また34番の住宅ローンにつきましては、当然ながら10年以上なければいけないというところなので、これも 必ず正解を取っていいたただきとところとなります続いて36からえー40のですねリスクというところになりますが、まあ、ちょっと今回は先ほどの学科も、えー、含めてなんですが火災保険の話が一切なかった火災や地震がなかったということなんですけども、えー、例えばなんですが、まあ、39番であればえ自動車保険はあるので、まあ、自動車保険で個人がです頂、ね、い,いた保険金については非課税ですよというところはまあこれは 一般的な話の大丈夫かと思いますし、まあ、40番についてはまあ施設前の話が聞かれてはいるんですけども、まあ、本来であれば火災保険とか1問あってもいいかなと2019年には台風被害がたくさんあったので火災保険が出てもよかったのかなと思うんですがちょっと産休の学科では一切なかったので。で 今後、この先に向けては必ず火災保険の内容を理解しておかなければいけませんので合わせて確認いただけると良いかと思います。続いて41からですね45の金融というところなんですが例えばなんですけどもまあ43番の個人向け国債ですがこちらについては金利の下限というのを知っていればこれでまずは絞り込みできるので0.05%が下限であるというのをまずこれは覚えておかなければいけないので でまあとはですね国債の購入単位はこれは1万円と個人向け国債は1万円となってますのでそうすると2番が選べるとあるんで、まあこので利息の加減とですね単位これはもう絶対に覚えておかなければいけないところとなります。 また44番の、えー、今回は株価収益率とですね配当利回りが聞かれていますが2級でもこちらの PER とか配当利回りはよく出てくるものになるのでもう今のうちからこれは暗記しておいた方がいいかなと思うので暗記していれば必ず取れ,る取れますので、えー、これ必ず正解取ってください、はい、続いて46から50のタックスに移りたいと思いますが まあ、タックスのところではですね、例えばなんですが、ちょっとこれ、えー、間違っていただきたくないのが47番で、ちょっと自分、最初読んだ時には、えー、間違った選択肢を選んでたんですけども、47番、何を聞いてるかというと、退職所得ではなく、退職所得控除額を聞いてます。退職所得向上額を聞いてますでそこで、こういう時は、まず選択肢を見ます。1、2、3って見てもらって、まず1、二分の一が入っている1番がありますが、これは、退職所得を計算するときには二分の一なんですが、 今回、退職所得控除額になりますから、引ける金額なので、だから、まず1番が、えー、正解からは、えー、消えます。で、2番、3番なんですが、で退職については、20年までが1年あたり40万、20年を超えたら1年あたり70万、これはもう覚えておかなければいけないところなので、それを覚えていればすぐに3番と、70万入ってるのは3番しかありませんから、で、正解選べるので、まあ、この問題だとで、最初のところで、えー まあ、あの勘違いしてですね退職所得だから2分の1って選ばないでいただいて聞いてるのはあくまでも退職所得控除額なので、えー、そこですね早とちりしなければ必ず正解取れると思いますはいまた48番のところなんですがちょっとこれは3級としてはちょっと難しい問題かなと思うんですが、まあ、現行の、えー、所得控除の制度上配当控除につきましては、えー、所得制限がありますで以前は、えー、配当控除につき配偶者控除につきましては、えー 本人の所得は一切関係なかったんですが、まあ、900万円。えー ま1000万で1000万を超えるともう受けられなくなっているというところでその金額を覚えておかなければいけないので、まあ、今回3級ではありますが金額が出ているということになっているので、まあ、これはもう今後も考えていくと覚えていかなければいけない金額なのかなというふうに思うので、まあ、今回950万の場合につきましては26万ということになるのでこれせっかくなので覚えていただけると良いかと思います。 はい、でまた50番なんですが、まあ、これも確定申告、えー、と絡むところですが、えー、こちらのですね、えー、繰り越し控除につきましては、3年間、です個人の場合、3年間、翌年以降に繰り越せますので、まあ、2番の3年間を選んでいただきたいということになります。 続いて51から55の不動産になりますけども、まあ、こちらちょっと2番とか1番はちょっと3級にしてはちょっと細かいところかなというふうに思うんですが53番の問題がですね今回の問題通常であれば例えば敷地面積がいくつあってそこに検い率がいくつだから何平米の建物を建てれますかという話なんですけども まあ今回は敷地面積200平米で、今回は建築面積100平米、延べ面積150平米、これを建てた場合のぺい率と言っています。 憲兵率につきましては延べ面積はこれ溶石率と絡みますから150平米はこれ無視しなければいけない数字、まあ、これ引っ掛けるための数字なので150平米ではなくもう憲兵率を聞いたらこれは縦実際にですね上から見た形なので、まあ、その建物上から見た時のそれが建築面積ということなので今回200平米のところに100平米の建物が建っていますのでということは今回の建物の憲兵率は50%ということになるので、まあ、なんてことはないんですけれども ま、ちょっと聞き方が違うというところと延べ面積。まあ、この場合は延べ面積は容積率と絡むということが分かっていればまあできるかなと思うので、あのまあ答えがしっかりもすぐあるんで、間違いやすいところではありますが、1番をきちっとですね。自信持って選んでいただきたいというところになります。また54番のところなんですけども、もこちらがですね。えー、概算取得費の話です。で、概算取得費については譲渡金額の5%という決まりがあるので、まあ、これは5%。を選んで いいただくということでこれはま是非とも正解取っていただきたいなというところになります。 あとは五十五番これ三級としてはですねちょっと、えー、まあ二級出てもおかしくないような問題なんですがまあ NOI のリマアリーが出てしまったということではありますけれども別にこれできなくできなくてもあの通常であれば合否影響ないと思うんであのこういう難しい問題が出たとしてもですね、えー、別に禁止することなくできるところをしっかり、えー、取れるようにしていただければと思いますで五十六から六十なんですけれども、えー、ここについては例えば五十七番の増遊税の配偶者控除はこれは これは婚姻期間が20年以上で、で控除できる金額2000万、もうこれはもう要暗記ですから、それ分かっていればすぐ2番選べると思います。また58番の相続税額のですね、まあ、2割加算の話で、1割加算とか3割加算という言葉はありませんから、2割加算という言葉が頭に入っていればすぐ2番を選べる、2割の 2, 2番を選べるかと思います、はい。あとはですね、例えば60番の最後の60番の基礎控除の話ですが、これは、 3000万プラス600万かける法定相続人の数、これを知っていればいいので、そうすると今回は、人相続人が計4人なので、600万かける四人の2400万と3000万出して5400万ということで、ここの問題も非常に基礎的な問題だと思うので、こういうところを取っていけば難しい問題解けなくてもですね、6割以上取れるので、まあ、あの、 そのような形でやってもらえればと思います。で、三級においては今みたいな形の丸バツや三試答一で、まあ、特にあのー、丸バツとですね三試答一どっちが難しいかと聞かれたら、あの三試答一の方が簡単で、えー、正誤の方が難しいです。なぜかというと正誤問題は確かに答えが二分の一なんでわからなくても丸とかバツどちらかつければご、えー 2は2分の1の確率が当たるんんですが知ららないと答えられません、えー、我々でも知らなければ答えられないというところがあるので難しくて3四択一は先ほどやったように意外と3級などの3四択一は一つはもうすぐ、えー、外れるのでそうすると結局2択の話ですで内容的には正誤、えー、問題よりも優しくなってますので、まあ、こういう3四択一のところでしっかり点数を取ってもらってあと正誤問題につきましてはしっかり覚えるところは覚えていくという姿勢でやっていけばいいと思うんであのこれちょっとて 公開内容に申し上げると、まあ、3級の場合はですねあの合格率も高いのでそのまま2級に進むという方が多いかと思うんですけれども。 実際には2級はですね今みたいな例えば生後問題の選択肢が4つ入ってきますですから正確な知識で2級を対応していかないと3級のように高得点取れませんのでしっかり何が正しい何が間違ってるそこら辺はしっかり生後、えー、判断をしていかなければいけないのであの3級で高得点取ったからといって2級で高得,高得点取れるわけじゃありませんので覚えるべき年齢とか年数とか金額覚えられるのをしっかり覚えていくという姿勢が必要かと思います ということでこれでちょっと一旦ですね、学科試験の解説を終わりとさせていただき次に日本 FP 協会のですね、資産設計提案業務の解説をしたいと思うのでちょっと近在の方ちょっとお待ちいただければと思います。 はい、で実技試験の、えー、こちら、えー、資産設計提案業務なんですが、まあ、傾向的にはいつもと同じかなというふうに思います。でまず、えー、第1問の問一、まあ、これは行財に関する問題なので、個別具体的な案件についてもアウトで、えー、そうでなければ、えー、一般的な話であれば問題ないということになりますので、例えばここの場合、1番,番であれば、えー、これにつきましては、 計算手順をですね、別にこれを解説する上では全く問題ありませんから、これは一般的な話なので問題ないと。また、2番の 生命保険に関して、ですね必要保証額を具体的に試算することも全く誰でもできますので問題ありません、ただし、例えばどこどこ生命何々がいいですよみたいにやってしまうと募集になってしまうのでいけないので、そうでない限りは一般的な事案ということで特に問題なく、で3番はもう完全に個別具体的な案件に踏み込んでますので、これが不適切だということで、これ、正解必ず取っていただきたいと思います。 次、問2番のですね、キャッシュフロー表のあと、イのところなんですが、まあ、ここについては収入がですね、1%ずつ上がっていくという前提になってますので、まあ、それをしっかり計算していただきたいのと、あと、イについては、ですね、こちらにつきましては、前年の金融資産残高の340万に1%上昇率を加味した上でですね、加減算していかなければいけないので、まあ、そこ、注意いただければ、これも正解取れるんではないかなというふうに思います。 で続いて、第2問の金融にきまして、問い算からあります。で、NISA につきましては、これ、2級については、もう非常に必須の論点になってきますので、まあ、NISA はこのタイミングでですね、今回 NISA と積み立 NISA が出ておりますけども、年数について、ある,あるいはあの可能期間、投資可能期間についてもしっかりこれ覚えておくべき必要があると思うので、まあ、ここら辺のところは、必ず正解取れるようにいただきたい、していただきたいなというふうに思います。 続いて、ですね問い4のところの、まあ、投等身拓につきましては、まあ、これはまあちょっとやっていただきで問い5につきましてはこういう形の資料の問題というのが今回出ておりますが2級のですね同じく資産設計提案業務こういう形の、まあ、指揮法などから持ってくるケースが多いんですけれどもそこのデータを引っ張りながら、まあ、結局、データを読み込みができるかどうかという問題がよく出てきますので、まあ、こういう問題には早く慣れていただきたいというところなので、まあこれは もう本当にワンパターン,ワン,パターンなのであのこういう、こういう問題が出たときには、まずは選択肢を見てから何を聞いているのか、何を聞いているかによって、ですねそこの該当するものを資料から引っ張ればいいので、あの頭からですね今回株式市場で投資資料からいろいろ全部見ていってもしょうがないので、選択肢を見てから必要な項目だけを見ていくという癖を今のうちつけた方がいいと思うんで、まあ、3級の場合はですね時間的にはそんなにですねあの足りないということはないと思うんですが、2級のですね資産性 提案業務については時間90分で40問解かなければいけなくて非常に時間が足りなくなってくるんでえそういう上から資料を読んでいってから解くという癖をつけてしまうとですねあの時間内に終わらなくなってしまうので早めに選択肢を見てから必要な資料を引っ張るという形の解き方に変えた方がいいと思うんでそのようにやっていただければと思います。 続いて第3問が不動産ということで、えー、今回はですね問い6がですね延べ面積とありますからこれがですねつまり容積率を使わなければいけないということになっていくので、まあ、今回に関してはですねえー、と、 実際には溶石率なんですが、今回指定溶石率がですね、300%とあるので、敷地 ×300 をやると900平米となります。ところが、今回全面道路が12メートル未満ということもあるので、道路幅×法定重層をかけていくんですが、今回は 6×10 分の6をかけると360%となるので、指定溶石率300%と、今回の法定重層をかけた3 6 0と比較して、いずれか小さいものがですね、 えー、実際の容積率のあるので、まあ、結局300%使うということになっていくので、まあ、今回の場合はそれほど難しくないんですけども法定常数をかけて300より下回ってくることも当然ながらあるので、まあ、今回の場合わからなくても、えー、指定容積率をかけて正解という方もいらっしゃると思うんですがきちっとそこのところですね300と360%を比較した上での300%であるという根拠はしっかり持っていただきたいなというふうに思います。 えっと、続いて問い7につきましては、これはセットバックの話があるので、まあ、ちょっと今回は、えー、高措置がありますが、反対側に落ち措置があるということは、えー、真ん中、中心線から2メートル下がった部分がですね、えー、敷地の境界、という道路の境界線になりますので、まあ、それが分かっているかどうかをまあ聞いている問題なので、まあ、それでやっていただければというふうに思います。 続いて、第4問のリスクに移りまして、まあ、今回保険証券の読み取りが遠い8ありますで。これも先ほど申し上げましたけども、これも保険証券を上から丁寧に読んでいくとですね、まあ、3級であれば問題はないのかもしれませんが、2級では非常に時間がかかってしょうがないので、こういう時もやはりまずは選択肢を見たい、選択肢というかですね、しか下に内容があるので、今回は、ガンで入院しました。 で手術を受けた場合の結局給付金なので、まあ、そこら辺だけを引っ張ってくればいいのでそういうふうにやってもらってあと答えが1番、2番、3番あるんで、まあ、それで選ぶという形なのでちょっと資料を先頭から読むのはやめていただきたいなと、まあ、今回は死亡関係ありませんから死亡なんか見なくても済みますので、まあ、そういう形でやっていただきたいと思いますあとはまあそうですね、えー、問いと問い銃をちょっとすみません、見てくださいと。はい 続いて第5問に移ります。これ、タックスですね。で、今回、えー、11がですね、まあ、確定申告、絡むような不動産所得の金額なんですけれども、まあ、基本的には、えー、収入はその1年間で入ってくるお金。で、えー、ここではですね、収入の中に、礼金都市基金がありますが、えーまあ、要は大家さんから見て、まあ、今回、山本さんという方がですね、不動産賃貸業を営んでおりますが、山本さんから見て、もらいっぱなしのものは収入、不動産の収入に入れな、えー、不動産の収入に入にれなければいけないし、えー、まあ かえっ、ー、と、借り主に返すもの、返還する資金などについては、これは入れてはいけませんので、まあ、380と20万が収入、あと必要経費210万引けばいいということになっていきますので、まあ、それをやっていけばですね、まあ、2番の190万、400から210で引いて190ということになると思うんで、まあ、それで問題はないかなと思います。あと、12番のところについてはですね、まあ、総所得金額なので、まあ、今回の場合につきましては総所得なのでですね、 これは、えー、まあ総合課税されるものだけを集めていくので、引、まあ、っ掛けとしては今回、退職所得があります。で退職所とか、これ、分離課税の対象なので、そうすると事業と給与、で、今回は赤字とかがありませんから、単純に180と100を足して3 8十の3番となってますので、そのように、えー、まあ自信を持ってですね、えー、解いていただきたい。まあ、間違っても退職所とか入れないでいただきたいなというふうに思います。続いて、えーすみません、第6問の相続に移りますが、まあ の親族関係図からですね法定相続人と相続分の組み合わせは、まあ、ここのところはですね、まあ、しっかりやっていただきたいなというふうに思うんですが、まあ、ただ、これ民法になりますので法規があった場合はこの場合はですねこの、まあ、今回、長女が、ま、なみさん亡くなってますので第1順位がいなくなるのでそうすると第2順位のですねお父さんお母さんに行ってしまうということになりますのでそこのところですねちゃんと分かっているかどうかかなと思いますので あくまでもこれは民法上の話だということで、放、え、棄、ー、があった場合は、えー、先に進むということで、ご理解ください。はい続いてですね、ちょっとごめんなさい、想像がこれで終わりとさせていただきます。続いてですね、えー、総合問題第7問ということでですね、えー、今回の場合、例えば問16がですね、えー、バランスシートの問題になっておりますけれども、バランスシートの場合は、その、えー、 まあ、作成時の時価で、えー、これは記載しなければいけないので、まあ、今回3級の純資産の問題が聞かれてますが2級の問題でも同じくもうちょっと、えー、もちろん2級は問題難しくなりますけども2級でも同じく純資産の金額が毎回聞かれますので、えーまあ、この問題ができればおそらく2級の問題もできると思うので純資産しっかり求められるようにしていただきたいなというふうに思うのであの時価で計算しなければいけませんのでそこは注意いただきたいと思います。 あと問い17のところですが、これも係数,早見表係数を使った早見表のところからの話なんですが、先ほどもお話ししたように、ですね、こちらについては、えー、10年間で36万ずつ積み立てしていくので、えー、まずはですね、そうすると、えー、別に運用しなくても360万貯まりますので、そうすると、一番は 回答とととしてありりえなないということになりますそうするとあとは2番と3番ということでそうすると年金集荷と年金原価係数を使っていって、まあ、どちらが回答にふさわしいのかということになるんですがところがやっていただくと分かるんですが年金減価係数をかけると元本割れしてしてままいます運用して元本割れということは考えられませんのでそうすると自動的に年金集荷、えー、係数を使った回答ということになりますので、まあ、2番ということになります。 ですね、あとはですね、問18、これ2級でもよく出てくるので、最後にこちらの説明させていただきたいと思いますが、まあ、今回、ちょっと問題文が長いので、結局、何を聞いているかなんですが、えー、結局、聞いているのは、4行目、えー、問題文の4行目にありますが、高額療養費制度により、払い戻しを受けることができる金額になってます。 で高額療養費の問題で大事なのは自己負担額を聞いているのか、まあ、高額療養費を聞いているのかのどちらかです。で今回の払い戻しを受けることがで,できる金額イコール高額療養費になります。なのであとはですねこのこうすけさんという方の、えー、報,酬報酬がいくらなのかによって、えー、自己負担額が決まっていくので、えー、払った金額から自己負担を引いた金額が払い戻しの金額ということなので、まあ、そこのところ計算は難しくないと思うんですが自己負担額が、えーまあ、払い戻しの金額 元のかまあ、いわゆる高額療養費なのか、そこはしっかり読み込んでいただきたいなと思うので、まあ、冷静にやってもらえれば難しい問題ではありませんので、えー、大丈夫かと思います。ということで,です、ね、これで協、えー、会のです、ね、資産設計提案業務の解説は終わりとさせていただきます。では、お待たせしました。最後に、金融財政事情研究会のです、ねえー、個人資産相談業務の解説に移りたいと思います。でこちらなんですが えー、例えば、えー、第一問の「ライフ」なんですが。 まあ今回の場合はですね、59歳の方がですね、対象になっておりますが、そうするとまあ今後の年金ということになっていくので、今回の場合ちょっとですね、分かりにくいんですが、えっと、西暦表記になっています。ただ、できればですね、3級でも2級でもそうですが、西暦だけじゃなくて、それをですね、言語に変えられるようにしていただくといいかなと思うんで、なかなか西暦だとですね、分かりにくいというところもあると思うんで、一応それを言語に直せるようにしておくと良いのかなというふうに思います。 はいであとはちょっと今回年金絡みのところなのでえもうできるところしっかりえ、ま、やっていけばいいので仮に年金のところでは、えー、例えば1問しか正解取れなくても全体で、えー、30点以上取れればいいので、ま、年金のところにしては、まあ、ちょっと出るところは大体決まってはくるんですが。 まず覚えるべきところを覚えていただければなというふうに思いますので例えば、まあ、ちょっとこれ正解とは関係ないんですけれども問い2の1番にある老齢基礎年金の金額はこれはもう2019年の過去もこれは覚えてくださいと言われていると思うのでそれを覚えた金額なのでそうしていけば正解の方は絞り込みができるかと思います。 続いて第2問のですね、金融に移りますが、これは学科でもそうだったんですが、やはりまあ金融の場合、まあ、例えば第、えーごめんなさい、問い4ですね、問い4見ていただくと、まあ、ここには PER とかですね、配当成功とか、まあ、そういうものがあるので、これは計算式は必ず暗記していただくと、で例えばなんですが、まあ、当然ながらこちらですね、1時半から2時半という1時間でやっていくんですが、例えば、学科試験の時に、あ、 まずいと、PR 忘れてしまったといったときには、お昼休み PER をもう一度ですテキストで読み込んでいただければ、これ、正解取れるはずなので、FP 試験の場合は、これはえまあ日本 FP 協会も共通ですけれども、午前中の学科試験で不安があったら、必ずお昼休みで見直していただくと、それで意外と点数拾えることが多々あるので、必ず見直しをしていただきたい、正解発生をする必要はないんですけれども、わからないところは必ず振り返るという作業は必要になっていくので、 それしていトイ、ね、4は取れるんじゃないかなというふうに思います。 はい、あと、問い6もこれ必ず計算できなければいけないので、まあ、そういうふうにやっていけば問い4と問い6で、まあ、金融であれば点数が確保できるんじゃないかなというふうに思います。また第3問のタックスなんですけれども、まあ、今回この方については、まあ、問い7が総所得金額を求めるという形になっています。まあ、総所得金額とあるので総互課税ということになっていきますが、まあ、今回の場合は給与所得とです、ね、あと一時所得の話です。で、まあ、ですので一時所得の場合は、えー、プラスがあった 場合、まあ、あの通常入ってきた金額から払った金額引いてさらに50万引いてプラスで残った場合は、えー、総出金額に加算するときには2分の1で良いというのがあるんで、まあ、そこの2分の1で計算するというのが頭に入っていればできると思うので,で問い七は今回はまあ自分もまあやる前からまあこれが多分4点だろうなと、まあ、2分の1の絡みがあるんでまあ4点だろうなと思ったんですがやはり4点なので、まあ、この問題はし,、えー、しっかり解けなければいけないかなというふうに思います。 あとはすみませんちょっと問8等九は、えー、割愛させていただきます。 第4問に移りまして不動産の問題ですね。でこちらの不動産の問題なんですけども、まあ、問い順を見ていただくと、今回、対価建築物を建築すると、でこちら、純防火ということになっていますが、この場合の憲兵率の上限と、要請率の上限とありますので、まあ、これは典型的な問題ということになっておりますので、まあ、ここのところ、必ず解けるようになっていただきたいというところと、ですねあとはまあ問い順については、売却した話、まあ、これは居住用の建物を えですね売却した話になっていきますので、まあ、ここら辺の3000万特別控除とか、概算取得費とか、えー、軽減税率の話ですね、これはしっかり理解しておかなければいけないところとなりますので、まあ、ここのところ、例えば、問い中に、えー、まあ見てすぐ分かったんですが、まあ、けこのえ軽減税率につきましては15.315 15と5%パー、これは通常のですね長期譲渡所得の税率になりますから、もうこれ、明らかに違っていますので、まあ、そういう形で、税率もこれ、覚えておかなければいけないということになります。 続いて第5問のですね相続に移りますでこちら相続なんですがこれもですね時間がかかるということで4点なんですが問13番が相続税の総額になってますただこれはですねもう 最初にす1億3000万出ているので、まあ、この1億3000万を法定相続分で割って、えー、それであとはその金額、そのおのの金額をです、ね、ここの税率をかけていけばいいということになっていますので、あの決して難しくはないんですけども、時間かかるし、丁寧にやっていかなければいけないので、まあ、そのことさえやっていけば必ず正解取れると思うので、まあ、問い13は必ず正解できるようにしていただいて、まあ、14もこれは、やはり遺言のところは、民法改正があったばかり といますということで一応これでですね、まあ、簡単ではありますけれども個人資産相談業務の解説は終わりとさせていただきますで一応これでですね学科と実技、えー、終わりとなりますけれどもやはりですねあの 学科も実技もそうですがしっかり覚えるところは覚えておればですねあの選択肢として選べたりとか選択肢から除外するということができますのでまず基本となるところをしっかり押、え、さ、ー、えていくと、まあ、そういう学習をしていけば、えー、2級に行ってもですねあの間違いありませんのでただナーナでやっていくのが一番いけないので何となくこれ丸だなとか何となく×だなとこれやっていくと2級になると全く点数取れなくなりますのであのそういう形で今後もですね一つ一つしっかり覚えるところを覚えるところは覚えていくという学習をして いけば2級でもスムーズに合格できると思うので是非ともですね、えー、2級に向けて皆さん頑張っていただきたいと思います。はいでは時間となりましたのでこれで FP3 級の解答速報を終わります。お疲れ様でした